熊谷隆一育は、宮城県仙台市出身のプロ野球選手、宇藤右内、阪神タイガース所属。仙台市立南高大小学校2年時の冬に、友人の勧めで、軟式野球をスタート。仙台市立南高大中学校在学中には、仙台東武市に愛所属していた。仙台育英高等学校への進学後に、 公式野球部へ入部すると、2年次夏の全国高等学校野球選手権大会から、春夏を通じて3期連続で甲子園球場の全国大会に出場した。3年次には、春の第85回記念選抜高等学校野球大会で、通算14打数に安打と振るわなかったものの、チームは準々決勝まで勝ち残った。夏の 第95回全国高等学校野球選手権大会では、通算で8打数4の安打を記録。浦和学院高校との1回戦では、同点で迎えた9回裏の打席で、さよなら2塁打を打った。同学年に、神林聖和、馬場孝介、二学年下に、平沢大河、佐藤瀬名がいた。さらに、3年夏の選手権全国大会終了後に、 U18 野球日本代表へ選出。主に2番左翼手として9試合に出場すると打率3335盗塁という活躍で代表チームの準優勝に貢献した。立教大学への進学後は2年春から東京を6大学のリーグ戦に出場すると3年春から2番遊撃手に定着。在学中にはリーグ戦 通算61試合の出場で打率221本塁打12打点という成績を残した。首相に就任した4年時には、春季リーグ戦で盗塁王のタイトルを獲得したほか、リーグ戦と全日本大学野球選手権大会で優勝を経験。その一方で、夏に開催された日米大学野球とユニバーシアードには、 日本代表の一員として出場している。2017年の NPB ドラフト会議で、阪神タイガースから三巡目で指名。契約金六千万円、年俸一千万円という条件で入団した。背番号は4で、仮契約の際に、球団からスイッチヒッターへの転向を打診されたため、入団後は、右とう打で登録された。ちなみに、仙台大学へ進んでいたばばも、 阪神からの一巡目指名を受けて入団したため、仙台育英高校時代に続いてチームメイトになった。2018年には新人選手から馬場、島田海里と共に沖縄県宜野座村での一軍キャンプへ抜擢。キャンプの終盤から二軍に回ったが、3月9日には登録を右投げ右打ちから右投了打に変更することが NPB から公示された。 ウエスタンリーグの公式戦では、開幕当初から二類種や遊撃種として起用され、5月中旬までに42試合へ出場。打率こそ、214ながらリーグトップの20盗塁を記録した。5月18日に初めて1軍昇格を果たすと、翌5月19日の対中日ドラゴンズ戦8回表に、一類、走者、 伊藤早太の代走として一軍公式戦初出場、初投類を記録した。5月27日の対読売ジャイアンツ戦では、8回裏に、代打で一軍初打席を迎えると、左腕投手の池田春から、右打席で、初安打を記録。スタメンに起用された6月30日の対東京をヤクルトスワローズ戦では、第二打席に、右打席からの右前的自打で一。 軍公式戦初打点、第4打席に左打席での初安打を記録した。以降は、1軍と2軍を相次いで往復。1軍公式戦では、19試合の出場で打率、231、2打点、3盗塁を記録し、ウエスタンリーグ公式戦では23盗塁を記録した。10月6日には、2軍のウエスタンリーグ優勝で臨んだ巨人とのファーム、日本選手権に、 9番、遊撃手として、フル出場。3打数に安打1打点1得点1盗塁という、活躍で最優秀選手賞を受賞した。2019年には、高知県秋市での鬼軍春季キャンプ終了後に、両、内から、本来の右打ちへ宣伝することを表明。3月4日付で、登録を打とう量だから、右投げ右打ちに変更した。ウスタンリーグ公式戦には、 チームトップの114試合に出場。打率234、日本塁が43打点、17盗塁を記録したが、一軍公式戦への出場機会はなかった。レギュラーシーズンの終了後に参加したフェニックスリーグからは外野の守備にも取り組んだ。2020年には一軍公式戦38試合に出場。主にダイソーや内野の守備固めへ起用されながらも、 打率3133盗塁という成績を残した。2021年には春季キャンプ鬼軍で過ごしながらも実戦では打撃が好調。オープン戦の途中から一軍へ合流すると内野手登録ながら外野の守備もこなせるユーティリティプレイヤーとして入団後初めての開幕一軍入りを果たした。開幕後初めて出場した三月十八日の対 ヤクルト戦では一軍の公式戦としては初めて8回裏から外野手としてプレー以降の公式戦では勝負を左右する難しい局面からダイソーに起用されることが多く、盗塁の成功をきっかけに同点や決勝のホームを踏むシーンも相次いでいる。手動計測ながら50メートル走で最速5秒8を記録したほどの瞬速と、 遠藤115メートルを記録したほどの強肩の持ち主。内野の全ポジションを守れるほか、高校時代や阪神入団後の2021年以降は、公式戦で内野の守備にもついている。守備面では、遊撃での堅実な守備への評価が高い。阪神入団時の一軍コーチだった高城信弘は、内野頃に対する熊谷の補給体制を、 岩田た和に匹敵するほど良いと評している。投類に関しては、前述した瞬速ならではのスピードに加えて、ベース際でのスライディングの強さを意識しているという。大学時代には、10から15試合に10個のペースで投類を成功させていた。その一方で、東京6大学リーグ戦での通算打率が、220にとどまっていたため、阪神への入団当初は、 球団からの要望でスイッチヒッターに取り組んでいた。新たに取り組んだ左打席での打撃で、土井正弘や若松務などの野球解説者から高い評価を得ていたものの、生きていけるかと考えた時に、右打席に集中した方が自分のためになると思ったと明かし、2年目の春季キャンプ後から右打ちに専念している。目標の選手は宮本真也で、 阪神への入団発表記者会見では、守備からリズムを作って攻撃に活かしていくプレースタイルを目標に挙げた。ありがとうございます。